もよっちぃです。今回は、とあるファンタジー世界の一部分のお話です。そのファンタジー世界の説明は最後にするとして、物語のプロローグからお話を始めたいと思います。この世界では、300年に一度、死食という現象が起こる。死食とは、いわば、薬剤である。死の星が太陽を覆い隠し、その時に生まれた全ての命が滅びる。そんな死食に翻弄される世界がこの物語の舞台である。死食が起こった時、人も動物も魔物でさえも例外なく死に絶える。誰もその運命からは逃れられないとされていた。だが、600年前の死食の時、一人の赤ん坊が生き残った。人々は死の定めを跳ねのけた。その子を宿命の子として大いに祝福した。皆からの祝福を受け成長していく赤子。しかし、いつしか死の力に見入られ、その屈折した力で人々を支配し始めるのです。そして、この世界では飽き足らず、魔の世界に住む四魔貴族をも従え、人々を恐怖と圧政で縛り付け、この世の魔王となり、完全なる支配者として世界に君臨するのです。しかし、ある日突然、魔王は姿を消してしまうのです。これで安息の日々が戻ると思われましたが、魔王の呪縛から解放された四魔貴族によって、さらに世界が混沌に落とされ、長い時代にわたり、人々の心は荒廃していくのです。それから300年、再び死食が世界を覆います。そして、またしても、その死の定めを退け、一人の赤ん坊が生き残るのです。魔王の再来を恐れた人々は、その子を殺そうとしましたが、死の運命をも跳ねのけ成長していき、やがて強い絆で結ばれた仲間と共に四魔貴族に戦いを挑みました。そして長い戦いの末、邪悪なものすべてを魔の世界に封印し、世界に平和をもたらしました。人々はその宿命の子を聖王と呼び、聖王亡き後もこの話は長く語り継がれていくのです。そしてさらに300年後の今、死食が起こり、平和だった世界に影を落とす、再び動乱の世となるのか、人々は怯えながら、宿命の子は生まれたのか、立ちはだかる、その運命は、聖王なのか、魔王なのか、それとも、長い時を超えて、物語は結ばれる。死食という厄災がある限り。死食から15年、各地で徐々に争いが起き始めている。その中、数奇な運命に導かれ、世界を旅することになる者たちが、それがこの物語の主人公たちである。各々の旅路を経て交わり始める導かれし者たち。そんな旅路の途中、よからぬ噂を耳にするのです。争いや混乱を招いている裏で、それに加担しているのが、四魔貴族の影ではなかろうか。先の死食により、300年前に聖王が封印した魔の世界。その封印が弱まっているのか。それとも、宿命の子が。バラバラだった目的が、一つに重なり始める。主人公たち。そんな折、とある町で、謎めいた少年に出会う。孤独を好み、一切、人と関わりを持とうとしない、不思議な少年だった。その時は、この少年が何者なのか、知る由もなく、次の旅路を急ぐことになる。主人公たちは、行く先々で、四魔貴族の影を倒しつつ、この世界の成り立ち、魔の世界、宿命の子、そして死食と一つ一つ知識を深めていき、その過程の中で
驚くべき事実を知るのです。その事実とは、主人公の一人である少女サラが宿命の子だったのです。突如明かされる真実。この時代に宿命の子は何をもたらそうとしているのか。この物語はロマンシングサガ3のオマージュストーリーである。発行から約30年、未だに根強い人気を博してはいるが、その中身は未完成と噂が絶えず、その裏に隠された謎を考察していき、この物語の完結とします。